それではですね、今日は皆さんがお聞きになりたいであろう、東電への政府出資議決権問題についてまず、私の見解をどうせ聞かれるなら私の方が先に、その後復興庁が2月10日に、発足した件について少しコメントを申し上げたいのと、まあ、第3四半期 GDP 実質マイナス、年間 GDP の実質マイナス、まあ、その辺について少しコメントを申し述べさせていただきたいと思います。昨日来、新聞を賑わしておりますが、まあ、政府が結局出資をするということはですね、国民の税金を使うということでありますから、当然国民が納得できる説明責任が政府および東電にもあるということになるというふうに考えます。まあ、そのような観点からすれば、今の段階でそれがなされているとは言い難いというふうに思いますので、経済産業大臣としてそれが担保されるまでは決定権の保持を主張するのは理解できるというふうに私自身は考えます。まあ、それという内容はですね、まあ、これはいろんな新聞が書いておられますけれど、まあ、3月末までに原子力損害賠償支援機構と東電さんがおまとめになるとされております総合特別事業計画の内容でありまして、まあ、その内容の幅がどこまで定められているかは定かではありませんけれど、まあ、協議に考えれば自己賠償および廃炉費用等に加え、もう少し広げれば送電配電や販売などへの社内カンパニー制度導入による事業発電事業再編でありますとか、まあ、さらには系列に偏る高コスト調達の見直しでありますとか、さまざまなことが考えられるわけでありますけれど、まあ、それがきちっと国民の目から見ても納得できる形で説明されるかどうかということをまず見守りたい。まあ、経産省もなんか本日そのようなコメントをおっしゃってたようでありますけれど、まあ、そういうふうにまず思います。それからもう一つは、また現在国会で論議をされております税と社会保障の一体改革でも言われておりますようにですね、国民に痛みを求めるのであれば自ら身を切るようなことを先に国会議員として実行すべきではないかという国民感情がありますが、まあ、同様に顧客に値上げを要請するのであれば、まずは自らできるリストラや資産売却を徹底的に実現した上で値上げやむなしとする理由を丁寧に説明し理解をする求めるという努力が必要ではないかということは前から申し上げているところであります。なお経産大臣はリスナーの再建の例を運用しておられるようでありますが、まあ、確かに普通科の 72% の定期の1.3 分の2乗を保有したというケースもありますし、まあ、結果として、まあ、リスナーさんの場合には今ではほぼ再建も終わりつつあると、その間に、まあ、相当数の方が、まあ、結果としては、まあ、立場をお変わりになるとかそういうこともあったように聞いておりますから、まあ、その辺のところについてはよくいろんな過去の例を見て、そういう引用をされたのではないかというふうに思います。それから2番目の復興庁、2月10日発足でありますが、いささか遅きにした感はありますが、いずれにしても被災地の復興がこれを契機に大きく前進することを期待いたしますが、まあ、そのためには何と言いましてもですね、これまでの構造上の国および国の出先、県および県の出先、それから市町村、それに今度復興庁が東京にできて、各県に復興局ができて、まあ、下手をしますとですね、手続き交渉をそれぞれとやらなければいけなくなるということであれば本末転倒でありますので、まあ、復興庁にはこのようなことが起きることのないように全てを復興庁および復興局で解決もしくは交通整理を進めていただける、そのことを強く要望しておきたいというふうに思います。またその改めてトップを含めたですね、いろんな政策について使い勝手の良さも復興庁で現地の方で確認をしながら必要な修正も必要であれば行っていくこともいただくことも期待をしたいと思いますし、また民間人ものいろんな知見や知識、経験、ノウハウを活用していただくことも重要であるということでありますが、
まあ、せっかく民間人を活用するのであれば、できれば必要に応じてきちんとした LINE 職の責任ある立場を身につけて、それが民間人の知見とか知識、ノウハウが十分に生かされるような形にしていただきたいというふうに思いますが、現状を見ると必ずしもそうではな、そうなってないようなケースがほとんどのようにも見受けられますので、ぜひ、まあ、そういう人が十分存分に力を発揮できるような LINE のポジションも十分考えていただきたいというふうに思います。それから第3番目、第3四半期 GDP 実質マイナス、それから年間 GDP も実質マイナス、まあ、その前に前回の時に申し上げました貿易収支の赤字の問題でありますとか、まあ、ここのところ日本経済のそういうネガティブなニュースが出ておりまして、確かに一般的な見方としては経済は今戻り場にあるのではないかということが一般の見方でもあり、また数字もそのようなことを具体的に示しております。一方で、まあ、この四半期から第三次復興補正予算を含めた復興の執行予算の執行が本格的に始まるというふうに言われておりますし、そのことが日本の景気浮揚に少しでも貢献をすることを期待をしていきたいと思います。そういった観点から今年は、まあ、大方の民間の予測では 2% ぐらいの成長が可能であるのではないかというふうに言われているようでありますが、まあ、国家戦略会議の民間議員の一人としてはあの場でも再三申しておりますが、この復興需要をですね、復興のための資金が終わった段階で尻すぼみにならないように、次の安定的な成長に結びつけるような形でぜひ追加的に施策を打っていくということが必要だと思いますし、それに少しでも貢献をすることをにベストを尽くしたいと思いますが、一方では世界はですね、様々な不安定要因がございます。アメリカは少し上向きの様相が出てきつつあるのかもしれませんが、ヨーロッパは、まあ、ギリシャの国会でのああいういわゆる、まあ、財政緊縮予算の再建予算のですね、承認は得られておりますが、まあ、まだ国民の方は相当ですね、それに対する不満が募っており、騒然とした状態であるという状況でありますし、また世界のエネルギー、化石燃料の過半を占めます中東における情勢が、ますます不安定化が進んでおるようでありまして、残念ながら安定化の方向にはまだ進んでおらない、そういった状況、あるいはこれまで成長を引っ張ってまいりました新興国、中でも中国のようなところはですね、まあ、GDP が日本と同じ500兆ぐらいだとしますと、まあ、若干多いんでしょうが、まあ、そのうちのかなりの部分を30兆を超える部分をヨーロッパへの輸出で稼いでおられたという実態からするとですね、まあ、少しそういった面ではマイナスの要素があるというふうに思われます。まあ、それらの不安定要因はありますが、まあ、一般的に見れば今世界の全体の中で見るとですね、アジアは比較的まあ安定して成長が見込める状況にあるのではないかなというふうに感じます。まあ、それらが下支えをすることによって、まあ、世界の経済が少しでも早く回復をする、あるいは安定的な成長に向かうことを、まあ、望みたいと思いますし、日本も少しでもそれに、まあ、貢献するというよりはついていくような形で経済が安定的に成長するようなことを、まあ、我々としてもできるだけ確かなものにしていきたいというふうに考えます。以上であります。それでは私からお手元に一個一個日本プロジェクトの報告をいただいております。第1期の活動を終了いたしまして2月20日から第2期の活動を開始する予定でございます。資料の2ページ裏側を見ていただきますと第1期の活動概要がありますが、222社、全国から222社個人18名が参加してくださいまして3億4000万
を超えるご寄付をいただきました。支援内容はこれまでもご報告しましたし、お手元に資料、ニュースレターが載っておりますが、職業高校への実習機材の提供を中心に行いました。その他、国立大学による復興事業への支援、あるいは震災遺児孤児の支援基金への寄付ということで実行をいたしました。どういうかとしては不慣れな作業でございますので、事務局が大変苦労いたしましたけど、一応実行することができました。それから第2期は、これから5年間、10期にわたってやるわけですので、2月から開始する予定の第2期でも、全国の企業、個人の皆様にご協力いただきまして、同様の援助をしていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。それではご質問。ありがとうございます。では最初に幹事質問質問目です。東京電力の経営問題ですけれども、大詰めに来ておりまして、今焦点になっているのは議決権の割合をどのくらいにするか、3分の1、あるいは過半数、あるいは3分の2、いろんな案が出てきて、それぞれの方はそれぞれのことをおっしゃっているんですけれども、長谷川代表幹事はどのように見てらっしゃるでしょうか。まだ冒頭の説明では足りませんか。はい。そうですね。先ほど申しましたようにですね、3月末に出される総合事業計画というものの内容がどこまで国民の皆さんに納得していただける内容になるかということでありますが、もしその内容がですね、その国民の期待あるいは納得を見からうものでなければ、政府としてですね、権限を行使される必要が出てくるかもしれませんし、その時のために今の段階では経産大臣がおっしゃっているように留保しておきたいとおっしゃることは私としては理解できますし、それがですね、3分の1なのか過半なのか3分の2なのかは中身によりますので、あまり政府の介入を受けなくてですね、自ら納得できるようなそういう抜本的な改革、事業計画をお出しになっていただくことを私としては期待をいたしたいと思います。割合については特に言及しないということですね。そうですね、はい。幹事からもう一問お願いします。一体価格についてなんですけれど、民主党が先週、これからの将来 の財政資産を出しまして、採択少年期に基づく資産を出して、遠い将来ですけど、2075年に消費税率が、今言われている、今計画されているその 10% に加えて 7% 必要だと、非常に高物議を醸しています。その最低保障年金、マネスで言うと掲げてますけど、野党との協議につくなら、もう少し別のいいやり方を考えるとかですね、そういう考え方の変更が必要なのかどうかということと、ああいった資産をこのタイミングで出してですね、議論が本当にちゃんと前進するのかどうかというところも不安があるかと思うんですけれど、それプロセスの進め方についてどう考えますか。ある点に申せばですね、お出しになったらなるんだったら初めからお出しになったらいいしですね、言われてもうなんだかんだすったもんだしながら出すということ自体が極めて、私の感覚からいくとですね、あまりうまいやり方ではないなという感じがいたしますのが第1点。第2点といたしましては、年末におまとめになった素案にはですね、そういう基礎年金をベースにした中長期の新しい年金制度抜本改革と民主党はおっしゃってますが、この案についてですね、来年の通常国会に法案として提出するというふうに、草案に書かれているわけでありますから、であればですね、それはお守りにならなければいけないわけでありますけれど、むしろ私といたしましては、その後前提条件も随分いろいろ変わっております。成長の見込みも変わっておりますしですね、それから人口の推計も変わっております。そういった中で、こういった問題については、もちろん民主党の案をもとにして、国会で論議をされるというやり方もありますが、やはり社会保障の全体をですね、
協議する機関を全体会議といいますかお作りになって、そこでしっかり案を作っていただいてですね、それを国民の民意を問いながら最終的にまとめていくという、まあ、これまで、まあ、よく例に出されますスウェーデンのような国がおやりになった時のプロセスをですね、日本もきちんと取っていただく必要があるのではないかなというふうに思いますから、むしろそちらの方向を早く与野党合意でやっていただくことが必要だと思いますが、まあ、過去の例を見ますと福田内閣の時にそういう呼びかけがあったのを、いやいや我々は抜本改革をやるんだから我々は我々の案であるということでおけりになったという例がケース過去にはありますけれど、まあ、過去は過去でもよろしいじゃないですかと、これから国民の負託にどう応えるかということを考えると、ぜひそういう社会保障を抜本改革をするための、国民会議といいますか、そういうものを作りいただいてですね、そこで議論をしていただくことを望みたいと思います。質問は以上です。各社お願いします。先ほど の答弁に対するその枝野経産大臣の対応については代表幹事は理解されているという、はい、そうです、それで結構です。昨日あの経団連会長は枝野さんについてはその国有化についてですね、なんか勘違いをされているというふうに批判をされてましたけれども、代表幹事自身はその、まあ、その実質国有化の是非について含めて理解されているという、いや例えばリスナーの目を例を見られてもね、別に国有化して国が経営したわけではないわけですよ。まあそういう意味で、抜本的な再建案を担保するための権利を担保しておきたいとおっしゃっているというふうに私は理解しておりますし、だからそういう点に関しては理解できるということを申し上げているのであって、国が何も経営をされるわけではないというふうに私としては理解しています。すいません、今の関連なんですが、3月に特別事業計画が、まあ、総合特別事業計画が出てきても、それから先も経営していくわけですよね。そこも含めてやはりその一定のこう権限を国が行使できるように維持しておきたいという気持ちで、今の段階でそれを見て内容がですね、まあ画期的な素晴らしいものであればなるほどとみんなが思うであれば、それで前をしていくことになるかもしれませんし、そうでなかった場合にはですね、やはり国民の税金を使って支援をするわけでありますから、国民にきちっと納得できる、まあ、そういう形でのものになっていないといけないというふうにお考えになるのは理解できるということでありますし、それのそのための権限を留保されることについては私は理解をする申し上げています。あくまでもその国が半分とか3分の2取ることもあり得るよということをこう、まあ、拳を振り上げておくというのが変ですけれども、というのは分かると、現段階ではということですね。最終的にどうっていうのはまだちょっと今の段階ではちょっとどんなものが出てくるか分かりませんのでですね、私としては何パーセントをお持ちになるというかとか、そういうことは今の段階では明確に判断できる状況ないということです。答弁の、すいません、議決権のほかにですね、まあ、その事業計画が全て出てからの話かもしれませんけれども、今の勝俣会長が退任されて、後任人事が取り沙汰されています、まあ、どういう会話は割と民主党政権とも近くてですね、あ、そうなんですか、はい、いろいろ人材排出の方向と見られているんですけれども、代表幹事に、しかるべき筋から打診はありましたでしょうか。どなたがどういう会さんでいい方はいませんでしょうか。全く感じておりません。そうですか、はい、一般論として東京電力の、まあ、経営トップにはどのような人材がふさわしいとお考えでしょうか。まあ、これは難しい質問ですね。私自身がような事業体の経営に、を支出しているわけではございませんので、そこはやはりこれまでのいろんな、まあ、ケースはそれぞれに違いますがですね、日本航空さんの場合でありますとか、まあ、先ほども出ましたリソナさんの場合でありますとか、いろんな再建がございまして、
まあ、その時々にですね、それにふさわしい経営者をしかるべきプロセスを経て選びになったというふうに思いますから、私は現時点で、どういう経営者の方がいいということはですね、経験にはちょっと申し上げられないと思いますが、まあ、やはり今置かれている状況からすれば、大変なリーダーシップ、決断力、行動力、それとやはり政権との信頼関係とか、そういうことも必要でございましょうから、なかなかそう簡単に見つかる人材ではないというふうに思います。すみません、また今の関連ですけれども、その普通に考えて経営者の皆さん、その会社を経営するとしたら、こう大きくしたいとか、儲けたいとか、で基本的なこうインセンティブがあるかと思うんですけれども、この先その、もしその、まあ、一般論ですけれども、どなたか経営を引き継いだところで、決して大きくなるとか、儲かるとか、ありえないわけじゃないですか。もしかしたらあるのかもしれないですけども。そう考えた場合に、その経営を担われる方っていうのは本当にいらっしゃるのかなということを思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。まあ、そこはですね、どういう仕組みになさるかということでありまして、極めて公共性の高い事業ではありますけれど、例えば事業の効率化を進めた場合のですね、その努力の成果をある程度インセンティブで認めるというやり方もございますでしょうし、それはここからこれからのやり方だというふうに思いますけれど、まあ、ある程度の期間を決めて、その最初の部分をおやりになる方というのはですね、それはそれで、まあ、自分の利害得失を抜きにしておやりになる方のような方が過去の例からともおなりになるケースが多いかと思いますが、それとは別に、どういう形であれ事業会社として継続する、そこでのですね、幹部の皆さんにやはりインセンティブ、モチベーションが上がるような、そういうメカニズムがないとですね、おっしゃるように持続性というのはなかなか難しいと思いますから、それは何らかの形で考えなきゃいけないと思いますけれど、それはあくまでもやはり極めて透明性の高いですね、インセンティブのシステムなりをお考えいただくということで、ぜひ必要ではないかなと思います。まあ、その辺が今の、まあ、値上げについて、いろんなところからですね、それに対する懸念不満の声が上がっておりますが、まあ、もちろん原子力発電がほとんどもう稼働できない状況で、出るのがなかなかつかない状況の中で、安定供給という観点からすれば火力発電、それも古いものまでも含めてですね、再稼働、フル稼働しなければいけないという状況の中で、比較的高い化石燃料を使うということからコスト増になるということはもちろん理解はできるわけでありますが、かといってやはり何度も私も申し上げましたように、やはりユーザーは顧客でありますから、顧客にきちっと説明を尽くし納得を得る努力をするということはビジネスとしては当然やっていただきたいというふうに何度も申し上げておりますけど、強く思います。東電関連で恐縮なんですけれども、米倉さんの考え方の提言にあるのは、そもそも賠償とかですね、今回の一連の診療起こった事故というのは、そもそも国が面倒を見るべき話なので、東電の経営から切り離すべきだというところがそもそも出発点であるので、なんとなく枝野さんと議論がかみ合わないような形で何回も来ていると思うんですけれども、長谷川さんとしては今の仕組みの上でもう走ってしまっているのは、最初 の原配法の解釈を巡ってというようなあたりも曖昧のまま来ているかと思うんですが、これはやむを得ないと考えていらっしゃるんでしょうか。それと枝野さんとしては、もし仮に東電が望むような民間の経営権というのを、貫くということであれば、その1兆円お金が必要なんであれば、民間がですね、みんなでお金を集めて支えるということをやってみてくれるんであったら、それはそれでいいよというような、発言も今日飛び出しているような。ああ、そうなんですか。まあ、それは私ちょっと。はい、どのようにお考えでしょうか。まあ、一番最後の部分については何度も申し上げましたように、
国が資金的に支援をするということは、税金を、国民の税金を使って支援をするということでありますから、当然政府も、それからそれを受ける東電さんも、それはなるほどやむを得ないという納得のいく説明をしていただく必要があるというふうに考えます。それから現在の状況についてはですね、もう私何度も申し上げましたように、今の状況は最終的な解決にはなってないというふうに何度も申し上げたと思います。で、今小田さんがご質問ありましたですね、今の形をどうするかについては、まあ、いろんなやり方がありますが、であれば、それはそれで、政府の側が言い出されるのか、あるいは東電さんが言い出されるのか別にしてですね、現場そのもののあり方についてもどうするかということをお決めいただくという必要があると思います。私としてはこうすべきだということはですね、ちょっと経験には申し上げられませんけれど、現状そこら辺がもう少し煮詰まらない状態の中でこのままいくということは少し無理があるというふうには感じています。まあ、一つの参考例となるのはフランスのような例ですよね。実質国有民間運営という形になってますよね、フランスの原発は。金政策についてお伺いします。その GDP 発表されて、それが上がって、今日日銀さんの議員が決定しました。まあ、これを機にちょっと基本的なことを伺いたいんですけど、ここ20年の日本のデフレですね、この原因はどこにあるのか、貨幣にあるのか、それともその需要が足りないのか、それが分かったら苦労しない原因が分かれば対策が打てるということですからですね、私もね、いろんな人に聞いてるんですけどね、これだっていう答えはないんですよね。ただ、まあ、一つの見方としてはね、今のような、量的緩和をですね、長期間続ける、まあ、アメリカも2014年の末までは続けるということをついこの間フェドが発表しましたですよね。で、欧州も当然そういう状況を続けざるを得ない。で、このこと自体がデフレを招くんではないかという、これは実証検証はされてないわけですけど、そういう解釈の仕方もあるようでありますから、まあ、そういった意味からいくと、当面の、景気をある程度落ち着かせ刺激をするための量的緩和ということがですね、長い目で見れば、少し中長期に見ればですね、デフレということにある程度貢献しているのではかもしれないということからすれば、極めて難しい、どうすればいいんだってことは、多分それ答えないんじゃないですかね、今のところ。少なくとも私もいろんな人に聞いておりますが、答えはありません、申し訳ないです。あとその足元ですね、残業の不動化ですね、これもどちらかといったら需要が減っていくとかですね、デフレ方向に働くような気がするんですけど、こうした中での金融政策ってどうあるべきなのか、なんか同じような質問で繰り返していこうとなんですけど、空洞化の問題についてはですね、金融政策そのもので、ね、それをどうこうするということは極めて難しいんではないかなと思います。まあ、一部にはですね、優良企業にですね、必ずしも必要な資金が回っていない、まあ、そういう見方もあるのでありますが、まあ逆に今懸念をされますのは、あれ精神面なんて言うんでしたっけ、形成の特性では中小企業への、なんていうんですか、ああいうことをやり、またそれを延長するということになりますとですね、そのこと自体が本当に資金繰りの、公営の資金繰りを助けられて、それが復活につながるような企業も多いでしょうけれど、なかなか目処が立たない企業さんをですね、そういう形で今後もそういう形でずるずるということもあり得るでしょう。ですから、常に政策には比較
光と影の部分といいますか、ポジティブとネガティブがありますから、それは同じようなことをいつまでも続けるんではなくて、メリハリをつけて、やっぱりタイミングを見てメリハリをつけた政策の転換を図るということも必要ではないかなというふうに思います。私も金融の中にいたんで、今のご質問ね、非常にずっと関心があるんですけど、やっぱり一つは破綻した企業に対して整理をしないで温存させたっていうことをかなりやりましたよね。このことが健全にやってきたところの競争力まで逆に特性例によって奪ってしまったところは、それがデフレにつながっている面は検証された例は見たことないんですが、かなりあるのではないかという感じはしております。それからこの20年の評価は、最近海外の論文でもね、日本はあんな大金融恐慌とデフレの中でよくやってきたじゃないかという論文も出始めたんですよね。ですから、もう少し冷静に我々はこの20年を分析する必要があるのかもしれませんね。ニューヨークタイムズだったんですけど、